すいません、お待たせしました。ここだってやっぱちょっとオレンジ、赤っぽく見えますよね。こんばんは。絶対ライトの問題なんだよな。絶対言われますよね、これ。さっきの子だとやっぱし全然そうじゃなかったけど、白かったですよね。そうです、ここは定位置です。ソファーには座らないっていう。見えるわ絶対。今日は練習してないです。今日休みですね。結構やったんで今週。休みの日、今は、いや特に何もしないですね、本当に。60人いったら発表したいことあるんで、発表というかなんか I don't speak English を聞かせたきすくいっていうんですね。腹筋割れますよ、筋トレしたら。もうすぐ60、あと8。サムソノフトの試合見ましたよ、あのバタフライさんに出てるやつ。お、試合させていただきます。ああ、そうなんですね。いや、メニューちょっと分かんないですね、腹筋の。腹筋のメニュー分かんない。僕も今割りたいっすよ、全然割れてないんで。60いったっすね。なんか1万人とか突破したらプレゼント企画やりたいと思ってて、でなんか多分 YouTube って多分規約とかあるじゃないですか。そこまだあんま理解できてなくて、どうやってその応募とか抽選するかは全く決めてないんですけど、プレゼント企画をしたいなって思って、もう完全に自腹で、シェシェ、自腹で完全にやります。で、やっぱり
まあ、卓球メインなんで、卓球の用具がメインになるんですけど、あと一個は普通になんか YouTube のプレゼントであるあるなんで、あれゲーム機、なんか本当はプレイステーション5が良かったんですけど、まだ出なそうなんで、なんかゲーム機1台と卓球用具10万円分ぐらい、だいたい完全自腹で、で、まあ大人の事情で、バタフライさんのしか、無理なんで、そのバタフライさんの用具を使ってない人はこれを機に、バタフライさんの用具を使っていただきたいなって思ってます。いや、僕のユニフォームとか多分無理なんじゃないですかね。確認したいですけど。で、それで、まあ、例えばラバーとかでも、まあ、表ソフトが欲しい人だって多分いると思うんで、それとかもやっぱり難しいんで、まあ、どうやってやっていけばいいのかなと思って。で、全然、あれな、うん、まあどうやればいいかちょっと分かんないんですけど、まあとりあえずラバーだったり、まあラケット、あとウェアとかになるんですかね、バッグとか。何が欲しいんですかね、みんな。やっぱりやっぱりラバーとかラケットなんですかね。で、それもどっから、あ、まあその多分ですけど、まあツイッターだったりインスタにDM をくれた人とかになるんですかね。そこから選んだりするしか多分ないと思うんですけど、だからこれを、この企画、プレゼント企画を正式に動画にして、それ見た人で送ってもらったり、DM 送ってもらったりって感じになるんですかね。ちょっとなんか、規約があるっぽいんで、簡単に言えないですけど。で、あとはまあ、プレゼントっていう感じになるかわかんないですけど、色紙にサインして、まあ20枚ぐらいですかね、サインしてお店に置いとくんで、お店に来てくれた人に欲しかったらプレゼントするっていうのを同時にやりたいなと思ってます。って感じですかね。まあ色紙の場合は、まあ取りに来てもらうって形なんですけど、そのでも他は他のまあそのラバーだったり、まあゲーム機だったり、そういうのは全部お送りしますんで、でまあそれもまあもうちょっと時間かかると思うんですけど、すぐに、今すぐ明日からスタートっていうわけにはいかないんで、もう少々お待ちください。でも必ずこの企画はやるんで、まだその応募方法はちょっと決めてないんですけど、まあ皆さんがどういうのがいいのかなと思ったりして、
あ、来週レッスン行きます、ありがとうございます。毛布の手形、まあこうやって発言してすぐにやれるようにします。あ、僕のチャレンジ権利はとりあえず一旦もう募集終わったんで、またいつになるか分かんないですけど、その時はお願いします。もう一人は通常と写真に、あ、それでよければ YouTube に力入れてる、あ、単純にやってみたかったですね。なんかまあ、単純にやってみたかったです。プロ野球大好きです。あ、ユニフォームとかもいいですね。いや、そういうオチはないですかね。応募なかったんで、正式な。なんかツイッター上のコメントではありましたけど、正式に応募はしてこなかったです、DM で。まあ、松田健太、ラケットってなると松田健太 LC になるんですかね。宣伝しないといけないんで。まあ、サインは、その、当選者書に欲しい。入れるか入れないかを聞くんで、とりあえずまあそのプレゼント企画をやりたいっていうのを伝えたかったです。いや、ウィンセイさんのあれ高いですよね。なんかみんなに多分行くようにしたいんで、なるべくその少人数より少しでも多くの人に、やっぱり1万人行った系なんでやってもらいたいんで、なるべくまあラバーとかでも割と高いかもしれないですけど、ちょっと皆さんに一人でも多く当たるようにやっていきます。でもまあラバーとかやっても結局10枚とかしかいかないんですかね。まあ当選者書にまあ予算内でその何が卓球具だったら何が欲しいか聞くかもしれないです。逆にラバーとかラケットとかあんまいらないですか。そういうなんか写真とかそういうの方がいいんですかね。まあでもこれ多分皆さんから意見聞いてもまとまんないかもしれないですけど、どれを取っていいのか分かんないんで、まあ、こっちで選ぶしかないんですけど、でまあ僕が思ったのは本当にラバー、まあ用具とゲーム機1個ですかね。逆にゲーム機いらないんですかね。うん、やっぱりそうなんですよね。卓球やってない人でも、対戦する企画はもう決まりました。あとはもう連絡来てない人は連絡待ちしてる状態ですね。だけどこっちから送りました。で、日にちも決まったんで、Apple Watch。Apple Watch 完全に多分予算オーバー？
アップルウォッチいくらぐらいするんですか。あ、そうですね。なんかゲーム機がなんかあるあるかなと思ってゲーム機にしたんですよね。まあ卓球国さんに言ったら協力してくれるかもしれないですけど、アップルウォッチそんな2万とかいけるんですね。あ、じゃあアップルウォッチいいな。1万引くで2万、まあそうですね、本当に1万人いたのも大勢の人のおかげなんで、なんかより皆さんにもらってもらえるように、だからまあ色紙のその20枚もまあその場合は色紙は送れないんですけど、取りに来てもらう感じになっちゃうんですけど、多くの人に何かプレゼンできるように僕なりに考えたんで、ぜひお願いします。いや、楽しみですね。ちょっと待ってください。取りに行くのって日にちの制限、いや、なくなったら終わりっすね。制限はないですけど、例えば20枚あったら20枚なくなったら終わりになっちゃいますね。その時はお知らせします、ツイッターとかで。ちょっと待ってください。手抜きなし、いや手抜きなし、手抜きはしないですけど、なんかなんていうんですかね、ラリー、うん、どうだろう、手抜きはしないですけど、なんかガチガチではやんないですね。ハロー、メキシコからありがとうございます。 Thank you。 これレモネード、新しいやつ、レモネード。あー、メンマもいいっすね。ノーつまみです。うわ、なにこれ。もうこれ、とりあえずまあプレゼント企画しますということです。よろしくお願いします。相当モフ好きなんですね。ありがとうございます。僕のおすすめは僕、キリンの本搾りにですかね、本搾りレモンサワーですかね。当選者数ちょっと分かんないですね、何人か。やってみないと。いや、完全にしてますね、コロナ太り。コロナ太りじゃないですね、もう完全に。
高田焼酎ハイボール、あでもこうやって生放送するの好きなんで別に太ってもいいです。これで、あ分かんない、その CM のやつ。そうです、ファースさんと酒造契約しました。ワインも飲みますよ。え、でも料理に合わせてですね、ワインは。まあサイン色紙はまあ取りに来てもらえれば枚数に限りありますがあげれます。それも全部ツイッターで告知するので、いつからスタートするかっていうのは。一時期残時計 ZLC 使ってたんですか。使ってましたね、一時期試しで。何のお酒一番飲みます？ビール。最近ちょっと緑茶ハイもいいですね。お酒のシームファとかもう絶対チャンスないですけど、いいですね。皆さん、なんかやってほしい企画なんかあります？今ね、もう結構やってますよね、僕。まあまあ試合企画は実現しないですけど、7月中旬以降ぐらいかな。ゲーム企画やりたいです、本当に。やり方教えてください。うん、いろいろありますね。あ、ヘアセット、人宅にドッキリって言っても、あんまりドッキリする場所って言っても卓球場しかないんで、筋トレ、いや今全然多分持ち上がんないからお見せできないですね。あーキーシリーズ、あーキーシリーズいいですね。あれですね、僕音だけで何の素材か当てるのをやってみたいですね。僕が打たずに耳だけで。こんばんは。ちなみに次の動画は岸川聖也卓球スクールさんとのこんばんはのコラボ企画で、僕の考えた企画ですね。まあ試合系です。楽しみにしていてください。いや、つむつむ撮ったんですよ、動画。あれ、ゲーム実況の人たちどうやってやってるんですかね、いまいち分かんなくて。
いや、京介にあのカメラマン兼編集、あとはお店の、あ、すいません、お店のコーチの京介にドッキリを仕掛けてもらいたいです、本当に。過去の試合の解説もやると思います、多分。あの、わかんないですけど、僕が、あ、サブチャンありますよ。わかんないですけど、僕の今の思いつきですけど、バタフライさんに協力してもらって、試合の映像をもらって、そこで解説したいなっていうのは思ってます。試合系の結果何度も見ちゃうんですよ。今まで試したことないサーブ多分ないんじゃないですか。ダーツ対決、ダーツ対決、昨日バーのスタッフの山崎とやってましたけど、多分泥試合になりますね。でもだんだんちょっと掴んできたんで、もともと全然やったことなかったですけど、だんだん良くなってきました。昨日石澤に圧勝でした。僕多分ゲーム実況できるのはツムツムとプロスピ、あとはまあ64系ですね。もう古いかもしれないですけど、スマブラとかマリオカートですかね、マリオテニスとか。やっていました、イコールもうやってないですね。あ、ぜひやりましょう。下手ですが僕。え、そういうのどうやるんですか、ゲーム、そのゲーム配信。本当にゲーム配信だけは分かんないです。チャン・カツヒロさんじゃないですかね、今。はい、そろそろ髪切りたいですね。この後ろを絞るから、ジャニーズライブ配信有料のやつですか。あ、有料のやつ見てないです。
今残弱 LC に両面テナジー05です。なんか質問ありますかね。卓球の技術系はちょっと難しいです。あの実演しないと難しい部分あるんで。いや良かったと思いますよ。あ、社会やっと部活再開なんですね。今なんかレモネードサワーっていう初めて飲んだやつなんですけど、ちょっと甘いですね。僕レモネード大好きなんですけど、サワーにしては結構甘すぎたっす。 TD で勝って一番嬉しかった試合、リーグで、なんだろう、やっぱ全部紙一重だったので全部嬉しかったんですよね。単純に負けたのも紙一重だったので悔しかったですけど、その分多分 3-0 勝ち1回と 1-3 負け2回以外多分全部フルゲームで勝ったか負けたかなんで。ありがとうございます。あー最後のボールですね。東京バナナもあったんですよ。ありがとうございます。今何時だ。そうですね、見に行くってなるといつになるんですかね。本当に全然先見えないですね。はじめまして。今の若手で世界日本ぶっちゃけまあ分かんないんだよな。うん、どうだろう。いやないですよ。応援してもらうだけで本当ありがたいんで、名前叫んでもらったりしたら嬉しいですね。試合全然ガチの練習、まあガチの練習はしてますけど、量は別に全然多くはないですね。調整、ガチの練習っていうのはどういうのかちょっと分かんないですけど、調整、調整じゃないですけど、まあ普通に練習してます。あ、めっちゃ聞こえますよ、応援の声は。本当ありがたいです。
早稲田の時もずっと一人暮らしです。うん、青森でもな、卒業してからはずっと一人です。あ、ありがとうございます。最初無観客になるかもしれないですけど、まあまだわかんないですけど、うん、だけどまあそれにでやるしかないんで、そこは割り切ってやるしかないですね。パッサはトマト系か、あのニンニクペペロンチーノとか。ありがとうございます。準備運動は、うん、結構長いことやった方がいいと思うんですけど、僕は割と短めですね。だからミラならな、ミラーなんていうの、ミナーらわない方がいいです。大谷さんとのガチ対決は、あの岸川聖也卓球チャンネルの方でやるんで、ぜひそこでご覧ください。今一番コラボしている YouTuber、普通に単純にもうラファエルさんとか、それは組みやすいですよ。ちょっとお酒持ってきます。これラスイチで、ラスイチこれで飲んだら終わります。今まで一番美味しかったけど何ですか。選べないですね。ドッキリ企画は石沢に言ってください。石沢がやるのを期待してるんで。自分で買いに行ってますよ。
このヘアバンドを、マーク&ウェブってとこですね。あ、今日父の日ですね。これ終わったら電話しますわ。え、今何時ですか？時計ねえや。普通にお酒買いますよ、いっぱい。あ、今、あ、じゃあ6時10分か。浜野さん、多分なんかちょいちょい息子の相手とか、その僕が打った時も大家さんと練習とかしましたよ。本当にいい人で仲良くさせてもらってます。あ、時計は飾りとしてつける派です。どんな筋トレ？全身やった方がいいですね。大事なんで。このまま飾り、そうですね、なんか2日とかで針とかもなんていうのあれ、自分で巻くやつなんで止まっちゃうんで、止まったらもうそのままにしときます。止まったままだから完全に飾りっす。あ、そうそう、手巻きっていうんですか、手動っていうのかな、わかんないけど。これキリンの本搾りレモンってやつです。これうまいんですよ、僕好きです。レモン感あるけどこの苦めな、薬剤 X は人だけに聞いてください。人だけ答えてくれます、いろいろ。柑橘系はフルーツだったら好きです。すごい、あ、お酒好きなんですね。ほぼ毎日飲んでるってこと。そうなんですね。白髪つけてますね。
メンタルトレーニングとかやってないですね。あとこれ飲んだら終わります。ちょっとその前にトイレ。すいません。すいません。OK。あ、向かい使って気持ち悪いし。あれ、多分捨てちゃったかもしれないです。お酒はまあ1杯2杯ぐらいをカウントするんだったら毎日飲んでるかもしれないです。あーでも開ける時もありますね。全然そういうのも大人の事情でできないんじゃないですかね。僕は自分で、うん、どうだろう、わかんないです。そういうのができるのか聞いてないんで。これぐらいだとあと10分ぐらいですかね。ちょうど1時間ぐらいか。当選発表は生配信でやってほしいです。できたらそうですね、やりたいですね。野球毎日見てます。この3連戦パーラーいいですね。パーラー7番バッター巨人ファンです。基本もうドームにしか応援行ってないですね。石川巨人っす。だからまあ家計が巨人でした。3連勝やばいっすね。
やっぱり巨人強い、隙がない。でもあと他のところ結構コンセンサス、巨人だけ3連勝。だってオリックスも今日山本投手が出て完璧に抑えて連敗に止めてましたよね。巨人やっぱ強いな。フォークス今日1-4っすよね。僕が見た時は井上選手に満塁ホームラン。楽しいな。うん、野球っすね。いや、ランニング僕しないっす。ランニング嫌いなんで。あ、危険球退治だったんですね。誰ですか先発。ホークス 3戦目、バンデンハークとか、バンデンなんだっけ。3戦目だって強いピッチャーですね。絶対強いというか、すごいピッチャーですよね。体育作りは普通練習、卓球の練習と、あとはダッシュ、インターバル、ジャンプ、アジリティ、ウエイトですね。体育作りめっちゃやってましたよ、いろんなトレーニング。思った以上に多分。いや、やっぱり石川県の、うん、佐々木投手もすごいですけど、石川県の奥川投手ですね。もうずっと草食べてます。3戦目に出るんですね。卓球選手になるためには、卓球やったら卓球選手じゃない、どういうことですかね。プロの選手ってことですかね。え、プロの選手ですか。プロになるためには、いや難しいですね。プロになるためには、いや難しいな、難しいです。なんて答えればいいんだろう。
最近は普通に1時ぐらい寝て8時ぐらい起きてます。7時間睡眠ぐらいです。プロ選手の基準なんですかね。こんばんは。はい、ただいます。まだまだこれでこれからですが、あ、出れたら出ますけど、全日本やるかもわかんないですよね。この状況だと。出たら予選からっすね。いや、出たらじゃない、解説されたら。全日本とかもあと何回出れるかとかっすもんね、本当に。頑張ります。やれるだけ。でもまだ分かんないですよね。無観客じゃなくないかもしれない。だって11月ですもん。まだまだどうなるか分かんないと思いますよ。まあ、高校はいろんな部活の人と書かれたんで楽しかったです。それで今でも仲良い人たちいっぱいいるんで。山田や卓球部どうなんですかね。持ってたんですかね。わかんない。それえ、基本練習っていうのはそのランダってやつですかね。フォアとか初めのウォーミングアップ的なやつですか。ラバーとかいろんなのっていうのは、そのランダとかウォーミングアップ系はだいたい15分ぐらいですかね。僕はちょっと長めにしたいタイプです。今日モフどうですか。また映って終わりますか。モフ締めで。もうこんだけだけなんで。
晩ご飯はあの実家から送られた食材で食べます。魚介系ですね。いや、奥さんが作ってくれます。あ、全然人宅とご飯行くっすよ。というか、この後ずっと自粛期間中だったんで行けてなかったんですけど、全然行きます。でも最近あったのはマチっすね、プライベートで。僕唐揚げ大好きですよ。唐揚げの好きな店、おすすめの店とかまだ見つけられてないんですけど、そう、町多分みんなドアツ会議で多分分かったですよね、町の性格を。毛布移していいですか。ラスト、もう飲み干したんで。待ってくださいね。じゃあ、モフに餌あげます。ワインが来たんすね、いいですね。ワインはいいっす。持ってください。いや、モフに今、モフに今餌をあげます。はい、モフ、モフ世界放送、世界放送。はい、モフ世界放送されてる今、YouTube。ちょっとこっちに。もう60人の人見てるよ。
木造の一日も撮りたいですね。この下にいるんですけど、じゃあ皆さんまたす、オフ。皆さんまた本当ありがとうございました。あの1万人チャンネル登録、また引き続きよろしくお願いします。ありがとうございました。モフモフもいます。ありがとうございました。